こんにちは、チョメです。サイドクエスト第3章、誰しもがビーターだ、やっていきます。クイティッチのピーチへ行く。さあ、来ましたよ。マーヒーがアンドレ・エグにシーカーとしてどうプレイするべきか教えるって聞いた。両対抗試合の第1試合目の準備はできてる？チョメ。スカイは何かに悩んでる。そんな顔してる。他はないね。じゃあ話しかけましょう。練習の準備はいいか、チョメ。もうすぐハッフルパフとの試合だから暇があるたびに練習してるんだ。授業にはちゃんと出てるんだよな。もちろんだよ。ビーンがビーターとして試合に出られないのは授業サボったからなんだ。君はどうだ、チョメ。ビーターとして初めての両対抗試合に臨む準備はできてるか。僕はビーターの基礎しか練習できてないよ。だけどもう時間がない。なんか新しいことを学ばないと。飛行技術とか両対抗試合に勝つのに使える何かを。僕たちはクイディッチ杯でチャンピオンになったから今まで以上にいいプレーをしないと。スカイに手助けを頼んだらどうかな。ビーターとしてどうプレーするべきかを知ってるから。ビーターの飛行技術を知ってるってことか。スカイ、あのさ、君はビーターとしてプレイしたことがあるから、その今忙しいの、ごめんね。僕の話も最後まで聞けないくらい忙しいのか。まあ練習の前に少しなら時間があるかも。分かったわよ、チョメ。どんな手助けが必要なの？なんか重たい時あるよね、ホグミス。スマホが悪いのかな。スカイに手伝ってもらう。もうやっていきましょうか。まあ、一気にやるデメリットは、ラスのブラッチャーで負った怪我からまだ完全復帰できてないの。両対抗試合の第1試合目がもうすぐなんだ。特訓する必要があるんだよ。だからこの後すぐ練習試合か。マーヒーがビーターの戦略を少し教えてくれたけど、先日は全く教えてくれなかった。ビーターの訓練はすごく荒々しい。荒々しい訓練は君の18番じゃないか。どうなんそれ。著名。もう一人のビーターに頼んだらなんて名前だったかしら。これは適性テストのこと。私はビーターになりたいなんて一度も思ったことないわよ。名前なんてないよね。ビーターって書いてあったもんな。うちのレイブンクローのビーターはな。パッドのどっち側を握るべきくらいはちゃんと分かってるじゃない。両対抗試合のためにビーターの飛行技術を学ぶ必要があるんだ。なんか音楽がたまに途切れるのはなんか仕様ですからね。これ君のお父さんがビーターとしてプレイ方法を教えてくれたんだよな。集中しよう。両対抗試合の、あ、これはループだね。じゃあこれほらほら、なんかここ途中でなんかここの音楽はね止まるんだよね。なんかちょっと聞きづらいところがあるけどね、ご了承ください。はい、いつも通りね、コインをゲットします。今のは説得力があったわ、チョメ。でも私はビーターとしてプレイする訓練をしてあげられない。それに私の助けなんて必要ないわよ。正々堂々とビーターのポジションを勝ち取ったんだから。僕は基礎しか学んでないよ。君から僕が聞いたこともないような飛行技術を知ってると思う。それにビーターは荒々しいだろう。ちょっと君っぽいじゃないか。これってちょっとある意味失礼だよな。悪いわね、チョメ。手助けしてあげられないわ。調子を取り戻さないとダメなの。病棟でずっと治療してたから、その分体が鈍ってるのよ。チームのためよ。あなたなら分かってくれるでしょ。うん、分かってるよ。分かったよ。君はそうでなくてもすごくプレッシャーを感じてるんだよな。分かってくれてありがとう、チョメ。それにもう練習の時間よ。両対抗試合の第1試合目の日までもうカウントダウンが始まってるんだから。まあ、ビーターはビーターに聞いた方がいいよな。だからビーターの人と一緒にやった方がいいわ。お、ビーターのこのポジションを選ぶ訓練。皆さんこのビーターの訓練やってます？私なんかビンゴとかでもずっとチェイサーやってるんだけど。じゃあこれはどうしよう。久しぶりだから見ます。ハッフルパフとやるのかな。じゃあちょっと久しぶりだからやってみるか。クイディッチの神殿試合を行うには今日は最適な日ですね。マダム・フーチが今にも試合を開始させようとしています。相手チームはクワッフルを持っている、まあ、こんな感じでね、どん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 ね試合がね進んでいきます。
いや、これはレイブンクロー同士か。ビーターはね、こんな感じでなんかね、動きがね、特殊だからね。あの、チェイサーの方が簡単だから、私はチェイサーやってますけどね、普段は。未だに。あ、レイブンクロー対レイブンクローか。じゃあちょっとカットでもいいかな。ほうきの上でバランスを保ちながら、君がスカイに頼み事をしてるのを聞いたよ。チームの各メンバーがチームメイトを支えるっていうのは大事だけど、スカイは怪我から復活するだけじゃなく、精神的にもピッチに復帰できるように準備する必要があるんだ。だから僕がビーターの飛行技術を君に教えよう。その時間が来たらな。え、待ち時間あるってことかな。それまではビーターの責任について知識を得ることを進める。すごいタイミングだ。それじゃあフェイスペイントキットがビーターのクイディッチクイズを仕上げられたら聞いてくるよ。お、問題か。楽しみだね、すごく。次、3時間待ちです。知識をテストする。フェイスペイントキットがあなたに出す新しいビーターのクイズを見直してるの。準備ができたら知らせるわ。こんにちは、チョメです。知識のテストをする大広間にやってきました。アンデルを見なかったか？作戦帳をもっと持ってきたんだけど。作戦帳も見たいね。ここにいるね。スカイは私のラストネームがピーターだって本当に思ってたの？君のチームの前のビーター、ミス・ビーンは頭に何度もブラッチャーが当たった可能性がある。チョメ、フェイスペイントキットからあなたが正式にビーターになったって聞いたわ。意外かもしれないけど、オリオンとマーフィーが君がビーターだって言ってるのをこっそり聞いたんだよ。意外でも何でもないよ、フェイスペイントキット。私もフェイスペイントしてきたらよかったな。でも、ちょっと混乱してるわよね。あなたはもうすでにビーターになったんじゃなかったの？スカイが両対抗試合で誰がビーターをやるか決めるために適正テストを行うようにオリオンを説得したんだ。そしてスカイもビーターの適正テストを受けたけど、オリオンはチョメを選んだ。でも彼女はスカイパーキンよ。チェイサーなのよ。どうしてビーターの適正テストなんて受けたの？それが変なんだよ。彼女はあれはテストだったって言ってたんだ。僕にプレッシャーを与えて、僕は対抗意識を持ったビーターになれるかどうか見たかったんだって。彼女が本当にそう思ってやったって僕は信じてるよ。それからその後でビーターの飛行技術を教えてくれって言ったのに教えてくれなかった。チェイサーとしてのプレーに集中しないといけないからって。怪我からの回復はまだ完全じゃないだと思うわ。多分前みたいにうまくプレーできるようになるには練習が必要なのよ。そう思う？もちろんペンギンはそう思ってるよ。ペンギンに権力があったら、もうすでにスカイにマーリン勲章と自分のコレクションからカエルチョコレートのカードをあげているよ。彼女はいつかカエルチョコレートのカードに乗るわ。かけてもいい。ほらな、ペンギンは偏見を持ってるんだ。君に必要なのは客観的な意見だよ。僕に言われさせてみれば、君にとってスカイはライバルだよ。それはダメじゃないのか？そんなことないよ。ちょっとくらい対抗意識を燃やしてる方がお互いに感化されていいプレイができるんだ。いいプレイといえば、僕が新しく作ったビーターのクイディッチクイズを受ける準備はできてるかい？特許はまだ保留中だけど。多分、私はあんま詳しくないから外れちゃうかもしれない。さあ、チョメ、復習しましょう。やばいやばい。最初のは簡単だったけどね。あ、これ聞く感じ？あ、なるほど。これでビーターの基礎を聞いて答えていくって感じか。大事だね。やっていこう。思い出す。マーフィーからドップルビーター防御について聞いたよ。これ出るね。ドップルビーター防御。ビーターは全員バットを持ってるけど、バットを2本持つことはできるのか？バットは何本持てるのかとか、なんかクイズに出てくるかもしれないな。マーフィーは戦略を知ってるけど、僕は歴史を知ってる。ビーターは対戦相手に向かってブラッチャーを打つだけではなくて、もっと奥の深いポジションなんだ。思い出す。ブラッチャー逆手打ちはビーターがブラッチャーを背後で打つことなの。逆手打ちは背後で打つ。これは覚えとこう。スカイがチェイサーのままでいてくれてよかったわ。すごく優秀だもの。そうだよね。ブラッチャーを練習用のダミーにぶつける練習をするべきよ。ビーターは得点を入れるポジションじゃないんだよな。これはもう基礎的の基礎だからわかるね。ブラッチャーはもともとブラッターって呼ばれてた。ブラッド、つまり人に流血させる。これもなんか出てくるかもな。マーフィーから、あ、これはもうループか。ドップルビーター防御。じゃあね、どんどんやっていくのでね、少々お待ちくださいね。戦略、僕は歴史を知ってる。
結構無言でこうやって見た方が頭に入ってくるかもしれないな。はい、いつも通りね、コインをゲットします。復習はここまでにしよう。さあ、新しいクイディッチクイズの時間だ。今回はビーター版。頑張ってね、チョメ。わかった。準備はいいよ、フェイスペイントキット。シンプルな質問から始めよう。ブラッチャーを相手チームの選手に向かって打つと他に、ビーターはチームのために何をする？ゴールポストを守る。上はキーパーですね。スニッチを捕まえる。チームメイトを守る。一番下ですね。真ん中はあれだからね。ビーターはブラッチャーを跳ね返すことでチームメイトを守る。正解。ビーターはチームメイトに向かって飛んでくるブラッチャーを弾き返して、逆に相手チームの選手の方へ飛ばすんだ。ほらね、チョメ。あなたはビーターとして一番大切なことをちゃんと知ってるわ。よし、次の質問だ。ビーターは何ていう道具を持ってプレイする？これはね、バットですね。それは引っ掛け問題か？ビーターはバットを持ってプレイするんだよ。正解。ビーターはブラッチャーを打ち返すためのバットを持ってプレイするんだ。バットはビーターにとってすごく大事な道具よ。さて、次だ。嘘か本当かで答えてくれ。ブラッチャーを跳ね返すのに加えて、ビーターは得点を獲得することも推奨されている。え？いや、嘘でしょ。得点なんて取らなくてもいいでしょ。それは嘘だ。正解。ビーターは得点を入れないポジションだ。次の質問に答えられるかな？しっかり聞いてたわね、チョメ。基本的なことばっかだな。クイディッチ、今昔によると、ブラッチャーはもともとなんて名前で呼ばれてた？ボルダー、ブラッター、ブッキー。あ、これはさっきのやつですね。ブラッターだ。ブラッチャーはもともとブラッターって呼ばれてなかったか？正解。12世紀のグッドウィン議員の手紙によると、ブラッチャーはもともとブラッターって呼ばれてたんだ。ちゃんと左下見てたらわかるね、これもね。いいわね、チョメ。私はそんなこと多分覚えられないわ。次の質問の答えをしているのか確かめさせてくれ。君なら勝てるよ、チョメ。何と戦ってるんだ。ビーターが背後に来たブラッチャーを逆手でバットを振って打つ。この飛行技術は何て呼ばれてる？ブラッチャー逆手打ち。ビーターハンド。トランシルバニアタックル。これはね、一番上ですね。その技術はブラッチャー逆手打ちだ。正解。もちろん正確に実行するのは難しいけど、対戦相手を混乱させるのにすごく効果があるんだ。よし、次の質問は何だ？質問はもう終わりだよ。僕が初めて作ったビーターのクイディッチクイズはこれで完了だ。チョメの知識はどうだった？予習がすごく良かったね。そうだな。理想的な統計的分布を考えて。もちろん高得点で合格だよ。全問正解だもんな。自分で思っているよりもビーターのことをちゃんと分かってみたいね。両対抗試合できっと大活躍できるわよ。それ以外のことだってあなたならどうにかして身につけられるわよ。時間だ、チョメ。君のビーターとしての旅の次の一生を踏み出そう。ビーターの新しい飛行技術でな。よかった。ピッチで合流するよ。よし、待ち時間はあるかな。これが気になる。あ、嫌な予感がする。ここで止まるっていうことは親善試合を何個か受けないといけないんだよな。クイディッチの親善試合を2回完了させる。予想通りでしたね。新しい飛行技術を習う。君のビーターとしての次の一歩を一緒に踏み出そう。後で連絡する。親善試合を2回ね、クリアしたら4時間待ちになりました。次はこんにちは、チョメです。サイドクエスト課題5分の3やっていきますね。こっちか。クイディッチのピッチ。結構親善試合2回受けた後待ち時間があったのでね、皆さん注意してください。新しいことを学ぶ準備はバッチリだよ。どんな飛行技術を教えてくれるんだ？新しい飛行技術だ。誰も全く予想もしてないやつだ。受け取れ。お、バットだ。このバットにもなんか種類とかあるんだろうな、メーカー品とか。そしたら僕にもう一度戻してくれ。よし、わかった。これも訓練か。難しそう。理解できたか？これが新しい飛行技術なのか？僕のバットを投げ合うことか？パスしてるんだ、チームメイトにな。チームとして練習する前に僕たちだけでバットのパスを練習しよう。そうすればこの度の別のレッスンを学べるかもしれない。途中でビーターとチェイサー変わるとか、なんかそういうトリッキーな技使う？バットをチームメイトに投げる。じゃあ、引く。
バットに行く先を選ばせるんだ。賢く選んでくれるだろう。バットを持たないビーターはビーターじゃない。確かにな。重たい木製の道具を投げるって教えられたんだ。オリオンはこのレッスンの中に別のレッスンがあるって言ってたけど、僕のバットを対戦相手に投げてもいいかな。いやそんなことをするのはバカだな。そうだよ投げちゃダメだ。この飛行技術はバッティとか呼ばれるんかな。バットをパスするとき、チームメイトは心の底から信頼されていると感じるんだ。僕たちはみんなビーターだ。僕たちはみんなチェイサーだ。僕たちはチームだ。投げては受け止め、投げては受け止め。チームメイトがバットを受け取ってくれなかったら、落としたりしたら大変だよね。重たい木製の道具を、あ、これはループか。じゃあね、少々お待ちください。どんどんやっていきますね。これでね、星がすべて集まりました。今右下のクイディッチのやつやってるんだけど、こっちゲットはプラス5ですね。ゲット時間だ。僕たちと同様、君のバットにも空を飛んでもらおう。すごく追いかけてくるね。あ、これバットが足りないときこんな感じで渡してブラッチャーを跳ね返すって感じか。よくやったチョメ。教えてくれ。この飛行技術からどんなレッスンを学べるか分かったか。栄光の共演、狙い方の上達、チームとの協力、一番下でしょ。それはチームワークが大事ってことか。チームメイトに頼ってもいいってこと。そうだ、君の強みは君のチームメイトにある。そして僕たちの強みは君の中にある。結束がなければ僕たちのチームは勝つことができない。フェイスペイントキットからチームメイト同士のライバル心はいいことだって聞いたよ。対抗意識を燃やすことには意味がある。だけどクイディッチ選手にとって最大のライバルは自分自身だ。君のバットを共有することで君はビーターのスキンを共有してるんだ。君はチームを結束させてるんだ。アッフルパフとの試合でその結束が必要になる。もうすぐ始まるクイディッチの練習でこの結束と新しい飛行技術を実践してくれ。さあ待ち時間はあるのかな。オリオンの上にもうチェックマークがついてるけど嫌な予感がする。あ、もうすぐ受けるって感じか。これチェイサーは受けれないよな。ゲット。で次、怖いな。アンドレと会う。中庭まで来てくれ。いろいろ話したいことがたくさんあるよ。こんにちは、チョメです。アンドレと会う。やっていきます。オリオンはどんな飛行技術を教えてくれるんだ。早く見たいな。あなたのビーターとしての初試合が待ち遠しいわ。きっと大活躍するわよ。じゃあ話しかけよう。何してんだよ補欠のシーカーさんよ。いや別に補欠は煽ってるわけじゃないからな。アンドレ、一体どうしたんだ。し、マーフィーから隠れてるんだ。マーフィーから隠れたい。それならここはいい隠れ場所だと思うよ。ここは皆がゴブストーンで遊ぶ場所で、マーフィーはゴブストーンが大っ嫌いだから。だけどわからないな。どうしてマーフィーから隠れてるんだ。ずっと戦略のこととレイヴンクローの正式なシーカーになる方法について追いかけ回されてるんだ。それはいいことじゃないのか。シーカーの控えでいる方が訓練のスケジュールが楽なんだよ。フォグワーツ銃をスタイリッシュするには時間が必要なんだ。それやったらもうやめてもええぞやる気の問題だからな。本人の装飾品の趣味はすごくいいのに、マーフィーや統計ばっかりでスタイルがないんだ。ごめん、こんなこと言ったら罰が当たるよな。僕のことを自分勝手だと思ってるだろう。いや、まあいいと思うよ。もうずっと控えでいいんじゃないの、アンドレ。やりたい人がやればいいと思うけどね、シーカー。いや、君の言ってることは理解できるよ。マーフィーはグイグイ来ることがあるから、まあでも勝つためには、アンドレの力が必要ってことなのかな。だけど、彼は君にもっといいシーカーになってほしいから、君の助けになろうと頑張ってるんだ。そう思ったらマーフィーって素晴らしいな。それは僕も感謝してる、本当だ。その彼から教わることで君がチェイサーとして成功できたんなら、
僕も彼の手伝いができればもっといい司会になれるのかな。そういえば君がビーターの適性テストを受けたって話を聞いてから全然喋ってなかったな。オリオンはなんて言ってた？思い出せるかな？なんて言ってたかっけ？でも実際自分がやる気ないと絶対続かんよな。アンドレと近況を話す8時間やっていきます。集中しよう。オリオンに君のビーターのバットを投げろって言われたのか？研究する。マーフィーが僕に彼の作戦帳を貸してくれるってちょっと重たいですね。またスカイはビーターになる気はさらさらなかったって言ってた。ただ僕をスカウトしたいだけだった。じゃあ話しましょう。ビーターはバットに飾りをつけられるべきだよ。機能的なだけではなくてスタイリッシュでもないと。あ、おしゃれだもんねアンドレね。適性テストを見てたよ。君とスカイはどっちもすごかった。おめでとう。呪い破り、ビーターの適性テストに合格したんだな。久しぶりにそれ聞いた、呪い破りって。オリオンに君のビーターのバットを投げろって言われたのか。早いな、ループになるの。もっといろんなのを聞きたかったけど。フェイスペイントキットのビータークイズを受けたんだ。結構楽しかったね。基本的なことばっかりでね。チェイサーのままでいるべきって決めたんだ、スカイはね。オリオンは魔法師の授業中に適性テストの決断を下してたと思う。マーフィーには僕はまだビーターじゃないって言われてる。だけどその能力は持ってるって言われたよ。スカイはビーターになる気は、あ、じゃあね、どんどんやっていきます。少々お待ちください。はい、これでね、星をすべて集めることができました。8時間の場合は、チケットね、プラス5ですね。ゲット、少ないね、なんか。それじゃあ、ビーターの適装テストでスカイパーキーに勝ったのか、すごいじゃないか。残るテストはあと1つだな。最初はスカイの適性テスト。次はフェイスペイントキットのクイズ。もうテストはいくつか受けたけど、次は何があるって言うんだ？もちろんハッフルパフとの試合でビーターとしてプレイすることさ。君なら素晴らしいビーターになるよ。いつもハッフルパフだよね、一番最初の相手。レイブンクローのビーターをやるの？おろすごきと。つまり僕たち2人ともビーターってことになるな。私はビーターよ。でもあなたはただのアマチュア。クイディッチ杯を手に入れたから、手ぬくぬくしないでね。そのうち取り戻してやるんだから。これラスって自分が選んだやつによって違うんだよね、量が。君はエリカラスに好かれてないと思うぞ、呪い破り。それは意外でも何でもないよ。アンドレエグ、君というシーカーを探してたんだ。見つかっちゃったね。スニッチを捕まえながら試合には負けるシーカーの相対的確率を計算し直したんだ。他の要因も考慮したんだよ。チームの強さとか、風況とか、同時にチェイサーがゴールを決める確率とか。最後の変数は個人の性格だと思うんだけど、それはどうやって計算するかまだ決められてないんだ。僕は席を外すよ。ピッチに行かないといけないし、練習せずにラスよりいいビーターになれるから。僕も手短に済ませるよ。君がクイディッチって言い終わる間もないくらい素早くな。これってレイブンクロー以外だったらどんな感じになってんだろう。クイディッチの練習に行く。今すぐ来てちょめ。クイディッチの練習をするわよ。君のバットをパスしてくれたら2個のブラッチャーを同時に打てるわってわけか。マジで中庭でラストばったり会うんだって。それ難しくね、手放しになっちゃうから。マーフィーがアンドレエグにシーカーの戦略を教えるって羨ましいって思うべきかな。教えてもらってないんだ、シーカー。かわいそうに、この子のシーカー。アンドレと喋ってたら意外な人と出くわしたよ、ラスだ。変な会話だったよ。あの会話を振り返ってもどう思っていいのかよくわからない。君はどう思う？ラスのことを話してる余裕はないと思うわ。もうすぐ練習が始まるもの。長い話じゃないよ。彼女はそんなにたくさん喋らなかったし、どんな会話だったのか練習が始まる前に全部話せるよ。カミカミだった。スカイに何があったのか話す3時間やっていきます。まあ、星1で合格だけどチケット欲しいから頑張りますよ。ラスのことは心配しないでいいわよ。大事なのはクイディチャハイなんだから。ラスはアンドレと僕の話をどれくらい聞いていたんだろう。この後また親善試合何回受けんやけんのだろうな。アンドレは僕の
次の両対抗試合で活躍できるだろうって言ってた。ラスが自分はビーターだけど僕はただのアマチュアだって言ってた。ラスは友達を作るのが苦手だと思うか？でも友達いたよね前。アンドレはラスが僕のことを好いてないって思ってる。好んでないね。私たちがクイディチ杯を失うなんてラスがそういうのは当然よ。私たちを見下してるのよ。いや今度こそは勝つぞって感じじゃないのかな。彼女が何をどう思っていようと関係ないわ。もう今から練習あるのみだよな本当。ラスが一言と言わず4言も喋ったの。おしゃべりしたい気分だったのかしら。4言とか初めて聞いたな。少なくともラスにブラッチャーをぶつけられなかったわね。ビーターが間違いなく。ラスはアンドレと僕の話をどれくらい聞いてたんだろう。じゃあね、どんどんやっていきますのでね、少々お待ちください。はい、いつも通りね、コインをゲットします。あとチケットもプラス5。これはね、多分星の数によってもらえると思うよ。ちょっとしか話してないけど、クイディッチ杯の試合以来、ああ、やってばったり会ったのは初めてだよ。クイディッチ杯を勝ち取ったからって、ぬくぬくするなって言われた。そのうち奪い返してやるって。ラス関連のことはもううんざりだわ。もっと大事なことを考えるべきよ。そんなこと言うなんて君らしくないな。クイディチ杯の最終試合の前に起こったあの一件のことではもう彼女は許したってことか。私が許すのは苦手だってことはあなたも知ってるでしょ。私はただ前を歩いていくことにしただけ。向いて歩くね。それじゃあラスに対するライバル心はもうないってことか。そうよ。でもあなたまでライバル心を失う必要はないわ。ビーターになったんだもの。彼女に自分の方が優れてるって見せつけてやるわよ。チームメイト同士がそうやって友情を確かめ合っているのを見ると心が温まるな。だけどもう練習を始めないといけない時間だ。やっとだわ。さあ行くわよチョメ。クイディッチをプレイしよう。またやるのか。急ごう。両対抗試合の第1試合目はもうすぐだ。クイディッチ杯の旅を再び始めよう。さあ親善試合を何回受ければいいのでしょうか。クイディッチの親善試合2回完了させる。わかりました。これと併用できるかどうか確かめてみよう。親善試合をね2回終わらせたらクエスト完了しました。褒美はね200コインです。ゲット。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。ちなみにこちらの方のクイディッチイベントでは親善試合はねカウントされませんでした。だから7時間待ってここを受けました。